ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。東洋経済 HR オンライン編集長の田宮博之です。本日は2月インターンシップに気をつけろというテーマでお話をします。いきなりですけれども、今年は非常に、就活のスピードが速くなっています。それなぜかと言いますとですね、まず景気が回復してきていますので、企業が採用の人数を増やそうとしています。採用意欲が非常に強いです。その一方でですね、企業は採用のですね、選考の基準を下げません。要するに あまり能力のない学生でも取ってしまうというようなことはしません。ただ優秀な人材というのは限られています。ですから、各企業ごとのですね、優秀な人材の争奪戦というものが今、繰り広げられているということになります。ですから企業としては早めに優秀な人材を確保してしまおうということで、今年は就職活動のスピードがかなり速くなってきているという状況があります。簡単に言いますと、企業の採用担当者も非常に焦っていると、焦っているのは就活生ばかりではないということになります。で、就職活動、言うまでもなく12月に解禁したんですけれども、この12月に解禁というのはですね、このルールは2011年から始まりました。で、2011年はですね、ルールが決まった初年度ということもありまして、企業もそれから大学もこのルールをきっちりと守りました。ただこのルールをきっちり守った結果ですね、あまり思ったように採用がうまくいかなかったというようなことがありまして、その翌年からはですね、企業はルールを破るようになりました。早い話がですね、青田買いがかなり進んだという状況があります。ですので、この今年はこのルールが始まってから3年目ということになるんですけども、このルールを破るという傾向、さらに強まるということが予想されます。それとですね、この12月解禁というこのルールはですね、実は今年限りです。来年から3年生の3月スタートということになります。今年でこのルール最後ということですので、企業の採用担当者としては、今年が最後のルールなんだからもう破ってしまえと、こんなような精神状態にあるということもあります。それでじゃあ今後ですね、どういうことが起きるかということなんですが、今年の特徴としてはですね、2月にやるインターンシップ、2月以降にやるインターンシップがかなり増えるということが予想されます。例年この時期にインターンシップを行う企業というのはあったんですけども、今年は数が増えるということになります。ただインターンシップというのはですね、学生誰でもできるわけではありません。インターンシップを受けるためには、そのインターンシップを受けるための試験というものがあります。で、実はこのインターンシップのための選考試験というのはですね、言ってみれば企業の選考試験に他なりません。企業はインターンシップという名目で試験を行って、優秀な学生を囲い込んで、そしてその学生に実際にインターンシップをやらせて、じっくりと学生の能力を見極めて内定を出すと、こういったことをやろうとしています。ですから、いろいろと就職ビジネスをですね、方たちに聞くとですね、今年は経団連加盟企業であっても2月の下旬には内定を出すんではないかと、こんなようなことが言われています。内定と正式に言わないまでもですね、例えば2月の下旬にインターンシップが終わった段階で、人事採用担当者がですね、一部の学生のところに来て、4月1日には必ずうちに来てくれと、必ずうちを受けてくれと、そしたら必ず内定を出すからと、こんなようなことをですね、口で約束すると、こんなようなことがですね、これから起きるということが予想されます。で、ここで注意が必要なんですけれども、もし皆さんがですね、学生の皆さんが第一志望の企業がインターンシップを募集していたならば、それはインターンシップをやるべきだと思います。ただ、第一志望でない企業がインターンシップをやっている場合、これは、インターンシップを受けるかどうか、これはかなり慎重に検討する必要があると思います。インターンシップをやりますと、約1週間は、身動きが取れません。ですから、その身動きが取れない間にですね、第一志望の企業の面接、あるいは説明会などがあると、そちらには出れないということになります。ですので、第一志望以外の企業がインターンシップをやる場合、その参加については慎重に検討してから臨むようにしてください。それともう一つ、最近とにかく先ほども申しましたように、ペースが速くなっております。ですから、この会社のですね、ペースに巻き込まれないようにするということ、これが非常に重要になります。
特に第一希望の企業でなくてもですね、とりあえず内定というふうに言われれば非常に嬉しいものです。そこで舞い上がってしまって、その勢いでその会社に入社してしまうということになるとですね、まあ、とりあえず最初はいいかもしれませんが、後でこんなはずではなかったというふうに後悔することになるかもしれません。ただし舞い上がらないでですね、企業のペースに巻き込まれることなく、地に足をつけた就職活動をしていただきたいと思います。本日は以上です。また次回お目にかかりましょう。